天の羽衣。昔々、山の裾の村に、イカトミという狩人が住んでいました。よく晴れた春の朝のことです。イカトミはいつものように、獲物を探しに山を登っていきました。いやあ、いい朝だな。イカトミが空を見上げると、澄み切った青空に白い霞のようなものが幾重にもたなびいているのが見えました。その白いものは不思議なことにふわふわと空を飛んで近くの湖に降りていきました。あ、あれは白鳥か？八羽もいるぞ。イカトミは急いで湖に近寄りました。すると湖で泳いでいるのは白鳥ではなく、今まで見たこともないほど美しい八人の乙女たちだったのです。イカトミがふと辺りを見回すと、少し離れた松の枝に真っ白い布がかけてあります。なんて綺麗な着物だろう。これはきっと天女の着る羽衣に違いない。持って帰って家宝にしよう。イカトミはそのうちの一枚を懐にしまいました。やがて水浴びをしていた天女たちは水から上がると、羽衣を身につけて空に舞い上がっていきました。でも、一人の天女だけが、その場に取り残されてしまいました。イカトミが彼女の羽衣を取ってしまったため、天に帰れないのです。しくしくと泣き崩れる天女の姿に、心を痛めたイカトミは、天女に羽衣を差し出しました。まあ、嬉しい。ありがとうございます。にっこりと微笑む天女に、すっかり心を奪われたイカトミは、羽衣を返すのをやめました。この羽衣は返せません。それよりも、私の妻になってください。天女は何度も返してほしいと頼みましたが、イカトミは返そうとしません。そこで仕方なく、天女はイカトミの妻になりました。そして3年が過ぎました。イカトミと天女は仲良く暮らしていましたが、天女はいつも天にある自分たちの世界に帰りたいと思っていました。ある日、イカトミが狩りに出かけた時のこと。家の掃除をしていた天女は天井裏に黒い紙包みがあるのに気づきました。その紙包みを開けてみますと、あの羽衣が入っていました。どうしよう。天女は悩みました。イカトミと暮らすうちに、イカトミのことが好きになっていたのです。でも、天の世界に帰りたい。このまま、イカトミの妻として地上で暮らすか、それとも天の世界に帰るか、散々悩みましたが、天女は帰ることにしました。その頃、イカトミは獲物をたくさん捕まえたので、その獲物を町で売って、天女のためにきれいな串を買って帰る途中でした。ふと空を見上げると、イカトミの妻の天女が天に帰る姿が見えました。あ、まさか。おーい、待ってくれ。イカトミは力の限り天女を追いかけましたが、そのうち天女の姿は見えなくなってしまいました。おしまい。